おはようございます、速化時期の久保ですので、えー、お金を稼ぐためにはどういうことをすればいいのか特にたった一人で,です、ね、お金をどんどん稼いでいくためにはどんなことをすればいいのかこれは、ね、多くの方が必要だと思っている情報ではないかなと思うんですよそこで私がです、ね、改めて今回お金を稼ぐ方法を何回かに分けてお話ししようかと思うんですよねで当然難易度によって稼げるお金いわゆるお、ね、いしさというのが変わってきます 一番簡単で、一番、まああの、バック率はそんなに良くないですけども、も何が一番最初にやるべきかっていうとね、ね私はねファンクルだと思いますね、でファンクルっていうのはどういうものかっていうと、まあ、皆さんもね外食をされたりとか、どっかでカフェでねコーヒーを飲むことあると思うんですよ、でその利用金額のおよそ、ね、半分が現金で入金されますよってやつなんですよね、これは考えてみたらそんなに不思議な話ではなくて、まあ、何をやるかっていうと、企業アンケートなんですよ。 例えば私が飲食店使いますよね、でそこで1500円のランチを食べたとします、そのランチの1500円を払った後で、ランチの感想をその会社に送るんですよ、そうすると貴重なご意見ありがとうございましたということで、えー、でモニターとしてです、ねえー、あの活動した報酬が、例えばその半分、750円とかが振り込まれるという形です。 まあそう考えると使った金額以上に稼げないんでじゃあこれによってお金持ちになれるかどうかっていうとちょっとした工夫が必要になってきますよねでもお金持ちになる方法っていうのは結局あるんですよそれはですね例えば私が1人で1500円で半分の750円もらえばこれは750円の出費っていうことになりますけどもでもね3人で行ったらどうですかね3人で行ったら利用金額は4500円になるわけですよそうすると4500円の半分が私のところに戻ってきます 当然私のの払っったた1500円以上のバック率になってきましねそうすると友達を連れて行ってそういったファンクルっていうサービスを使って自分一人がこっそりとアンケートを送れば儲かっちゃうって話になるんですよでここで企業にはお客さんを連れて行ったという貢献があるわけですよねその貢献に対してバックがあるという形になってきますこれがファンクルの上手な使い方でございますまあ、ですんでね 忘年会とか新年会とか、お誕生日会とかね、そういったものをやるときは、このファンクルっていうのを使って、自分が漢字をやってみたらどうかなってことなんですよ。そうするとですね、えー、かなりね、儲かることにはなると思います。これが私のお勧すすめする一番最初の稼ぎ方ですね。このファンクルっていうもの、動画説明欄にファンクルのリンクをつけておきますので、そちらの方から登録して利用してみてください。私ももうこれね、10年近く使っております。日本全国、どこにでもあります。で、 まあファンクルっていうのが1つありますよねで次にやっていただきたいのは自己アフィリエイトですよね。おはようございます柳田さん自己アフィリエイトっていうのは、このファンクルにちょっと近いんですけども、自分で広告案件を申し込んで、その広告の手数料をもらうって形です。よくですね、ダイエットのこうやってブログを書いてる人がいますよね。ダイエットのブログを書いて、ダイエットに興味がある人がそのブログを見るんですけども、最後の方に、このサプリメントで簡単に癒やされますよっていう風な成立があるんですよ。 でそれをクリックしてサプリメントを例えば3980円で誰かが買うとその中の広告料手数料が紹介料がアフィリエイト報酬として200円ブログを書いた方に入るって形になってきますこれを自分でブログを書いて自分で広告を貼って自分でクリックして申し込むっていうのが自己アフィリエイトなんですよね、まあ、でもね3980円の商品買って200円バックされたら3780円の出費じゃないかって話になりますよね、うん、確かにそういう商品もありますけども世の中にはですね 0円で買ったののに1万円の手数料を払ってくれるっていう風な広告もあるんですよ。じゃあそれを自分で自己アフィリエイトって言ってクリックして1万円をたくさんもらえばお金稼げるようになりますよねっていうのが自己アフィリエイトなんですよね。ファンクルの次にやっていただきたいのはこちらなんですよ。で、これをやると自分の出費は全くないのにちょっとしたね空いた時間のちょっとちょこちょこっとした2030分の作業で、えー、もう 自分の副業としてのね報酬が1万2万って増えていくことになります月間1万2万1ヶ月に1回の作業30分ぐらいの作業で増えたらどうですかねなんか見えてきそうじゃないですか、まあ、これを基礎にしてこういうふうな儲かる方法誰でもノーリスクで出費なしに儲かる方法をたくさん人に教えていくことによってお伝えしていくことによって信頼関係を作ってファンを作ってそういったファンの方に それぞれの方が欲しがっている商品を紹介していくっていう活動がだんだんできていくんですよねこういった形で、えー、稼いでいくっていうものを作っていたらいかがかなと思います思えば2013年私もそこから始めましたそしてですね、えー、月に1万2万稼ぐ人用の商材、えー、月に5万円とか10万円稼ぎたい人用の商材月に100万円以上を稼ぎたい人の商材こういったものをランク分けしてきてそれぞれ無料低価格 ちょっと高額みたいな感じで、えー、私の即価塾の商品というのはできてきましたでおかげさまで2017年をファイナルとして最終回として2018年からはこういった情報教材を売ることは私はありません、えー、もう今ね情報教材っていうのはどんどん無料で出しているような段階でございます、えー、現在ですねあの有料で販売されているものよりも無料であの販布されているものが多分ねレベルが高いです 有料のものって無料のものに比べて価値があるように思いますけども無料の方が絶対いいですよ無料のものっていうのはあの無料なのに受け取ってもらうっていうねこの,この難しさのために相当信頼がある相当レベルの高いものがあふれてるんですよあと選ぶセンスが情報を取る皆さんにねあるかどうかっていうことになってきますけども うん、有料のものもを買って外れたら損じゃないですかでも無料のもので損しても、まあ、ちょっとした労力とかはねもったいないなって感じると思いますけども本物を見る目を身につけてしまえば無料料ののの中から有料級のものをどんどんん、ね、ん自分ででチョイスしていけるんですよさあ今日の動画のまとめなんですけどもよく考えてみると有料の商材を売ってる人っていうのは無料のものを集めてそれを有料化してるだけっていうのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。 だから私は思いますけども、無料のものの方がレベルが高いと思うんですよね。はい、今回は以上です。それではまた今日もよろしくお願いします。